大分市立明の北小学校は、大分県大分市明の北4丁目にある、公立小学校である。大分市の市街地東部に位置する明の地区に1975年4月1日、開校した。通学区域は、明の北1丁目の5丁目、明の天然町、コモライフ高城、三南土高城、高城台、高城団地、のりこ池、東原、宝章台1丁目、 大和いいの、大和、小池源、大技千歳。大分県内最大規模の団地である。明け団地に隣接し、周辺には大分工業高等専門学校等の施設がある。校舎は1975年3月完成の南校舎、同年5月完成の中校舎、1982年3月完成の北校舎の3棟からなる。敷地面積は、 高知千百七十三平方メートル、グラウンド一万千八百二十九平方メートル。建物面積は、校舎三棟合計四千八百三十九平方メートル、屋内運動場八百八十六平方メートル、給食施設百二十九平方メートル、敷地内に二十五メートルプールを備える。二千十六年五月一日時点における、児童数は五百九十八人で、 合計23学級により構成している。職員数は、校長、教頭、教諭等28人、養護教諭一人、事務職員一人、栄養職員一人、学校主事一人、給食調理員5人の合計37人。児童、学級数については2009年度の819人24学級から減少しており、大分市教育委員会は、今後も、 同様の傾向が続くと推計している。学校教育目標として豊かな心を持ち、生きる力を身につけた、心身ともにたくましい子どもの育成を掲げ、スキルタイムや算数の習熟度、少人数指導、学校と隣接する天然塚公園等を活用した自然体験、地域交流等を実施している。また、 大分市立明けの中学校と連携した小中一貫教育を実施しており、小中学校間の授業交流や学校行事における児童生徒の交流に加え、教職員の情報交換や生徒指導の工夫改善、指導力向上等に取り組んでいる。大分市立小中学校隣接校、選択制において、登校を指定校とする地域に居住している場合、隣接校である。 大分市立明野東小学校、大分市立明野西小学校、大分市立桃園小学校、大分市立明治北小学校への入学を希望することができる。ありがとうございます。